越しいただいています。今日紹介するのはフレイムドラゴンのシュラスコ風串焼きです。それでは早速調理していただきましょう。まずフレイムドラゴンの肉をバーブネスガイザーで洗い清めた後、ブレイクダウンデスプレスで炒めつけたら、エターナルフレイムでよく炙ります。いい匂いがしてきました。仕上げにダムとチャージングランスして完成です。皆さんもご家庭で挑戦してくださいね。できる火山の料理。